丸く切った紙でフルーツを作りましょう。まず好きな色の色紙を選びます。ここでは小さいサイズを使っていますが、大きいサイズでも画用紙でも構いません。紙の裏に切る時の目安になる丸を描きます。もし間違っても裏なので消しゴムで消す必要はありません。丸いものを当てて形を写しても構いません。色紙を重ねて空いているところをホッチキスで留めましょう。こうすると重ねたまま切っても紙がずれることはありません。色紙なら5枚ぐらいは重ねて切ることができます。丸く切るときにはハサミはまっすぐのまま動かさないで、紙の方をくるくる回しながら切るときれいに切れます。線が歪んでいるところやデコボコしているところはこの時直しながら切っていきましょう。これで一度にたくさんの丸を切ることができました。赤い丸でリンゴを作りましょう。ペンでくぼみと軸を描いて、白いポスカで光を入れます。黄色い丸でみかんを作ってみましょう。小さいヘタのギザギザは描きにくいと思います。縦、横、斜め、斜めと小さく描くとヘタになります。全体に点々を描いてデコボコした感じを出しましょう。書き色で書きを作ります。ヘタの形を描くのは少し難しいので、4分の1サイズの緑色の折り紙を使います。三角に折って、この折り目をつけたところをてっぺんにして、玉ねぎの頭のような形を描きます。この線に沿って、これもハサミは動かさずにぐにゃぐにゃと切り取ります。開くと柿のヘタの形になっていますから、糊をつけて丸の上の方に貼ってください。これもポスカで光を入れて、ペンでヘタとくぼみを描きます。緑の丸でスイカを作りましょう。スイカのギザギザした線をきれいに入れるのは大変です。目安になる線を鉛筆で描いておきます。まず真ん中にまっすぐ、あとは一番てっぺんから真ん中に丸く描いていきます。てっぺんと一番下をくっつけるのがポイントです。はみ出てもいいように新聞紙を敷いたら、ペンの一番太いところを当てて、鉛筆の線が隠れるようにギザギザと書いていきます。丸いところも同じように丁寧にギザギザと書いていきます。反対側を書くときにはくるりと回すと書きやすくなります。色紙の残りを細く切ってヘタを作りましょう。裏側も緑に塗っておきます。これをスイカの一番上に貼り、綿棒に巻きつけると立体感のあるヘタになります。
これ以外にも丸で作れるフルーツがありそうですね。リンゴをたくさん作って、リンゴ狩りに行ったよなんていうのも楽しいと思います。いろいろなフルーツを詰め込んでフルーツバスケットも作ってみました。まるでフルーツをいっぱい作って飾り方を工夫してみてください。お子さんと作る場合はフレーベル館の遊びのサイト、アソッパをご覧ください。